こんばんは。対談の時間になりました。今日は、遊郭、萌え空海ママの、東、美和子さんに来ていただきました。東さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。ではですね、いつもお決まりなんですが、簡単な自己紹介からお願いします。マイクを猫にかじられて、ちょっと音声が悪いかもしれない。遊郭空海オーナーの東今子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、猫にマイクをかじられてっていうのはなんか可愛らしいですね。ありがとうございます。実際にこのね、遊郭萌え空海っていうことなんですが、この、後ろにもね、写真を持ってきていただいたんですが、どんな、遊郭なんですか？そうですね。初期はクラブって感じだったんですけども、ほうほ今うほうほう。は、カフェっていう感じで、こじんまりと。すいません、ちょっと口が 回んなくて。いえ、大丈夫です。全然緊張しないでいいので、ゆっくり喋っていただければ大丈夫だと思います。ありがとうございます。はい。カフェという感じだと、もう割と気軽に誰でも来れるような感じなんですか？ですね。チップは、任意なんで、スタッフ一人でもいいんで、チップは、別にいらないって感じですね。誰でも気軽にこの日本的なね、庭園を楽しみながら、ゆっくりしたい人には、どうぞ来てくださいっていうのは、そんな感じの場所なんですね。そうですね。なるほど。じゃあ、そのね、遊郭でもって、ママをされてる東さんなんですが、実際に、セカンドライフに入るきっかけというのはどういうことだったんですか？ですね。私、iMac をしてまして、Apple のホームページで、ゲームコーナーって、今あるかどうかわかんないんですけども、そこで、怪しい手のマークのゲームがあって、で、それを人転ダ写ウンのマロークードですして、ね。そうで すなるね。ほど。で、それだけじゃ、インできないじゃないですか。で、普通に適当な名前入れて、ログインをしても全然反応がなくて。で、それからほったらかしにしてて、で、その当時、NHK で、子供ニュース。で、それで取り上げられた時期があって、で、それから、始めたって感じですね。じゃあ、テレビが、逆に言ったらもう昔ちょこっといじったのは、これって実は、セカンドライフってちょっとすごいんじゃないっていうようなところから、始められたような感じだったんですね。そうですね。それでもって、テレビの影響があったとしても、入った時はどんな印象を受けられましたか？ですね、変な島に流されて、クリックして喋れとか、飛べとか、ジャンプしろとか、面白くないなぁと思って、で、それでまたオほっリエたンらかしテーにシしョンラて。ンドって呼ばれたことね。ええー、そうですね。で、そなれるほからまど。たインしたら、変なっていうか、普通の島に来て、で、それから日本人がいるっていう噂を聞いて、いほろいうろとほうほう。外人に、日本人どこだとか聞いて、で、それでやっと日本人の島について、いろいろとありましたね。一番最初にたどり着いた日本のシムっていうのはどんなところにたどり着いたんでしょですね、う？覚えてらっしゃい確か、ますか？神戸だったかな？そんな神辺ですね。戸、おお、またマニアで、ックそなれとかこにら、たどり着きましたええね。ー、あー、で、それから幕末シム、あそこを紹介してもらって、で、そこに行って、で、それから三越、三三越越ありましのたシムね。があるって、で、その着物が着たくて、いろいろと、歩いてる人たちに、三越の着物どこだーって聞いて、で、それで頑張って撮った感じですね。
なるほど。まあね、今も今日もあのね、あの着物を着ていらっしゃいますけど、やはりこう和風のものがお好きなんですか？そうですね。逆に言うと、和風でとっても、ぴったり合うのってそうそうないと思うんですね。確かに、そうですね。メッシュでもいろいろ着物が出てきてるんですけども、なるほど。まあ、小柄な、アバターだと、なんか、ブカブカって感じで、ああ、わかるような気がします。なんかね、それで日本今、人女性っぽい、あれですもんね、アバターを使ってらっしゃいますから、ね、外国人のあのでかい、こう、ガスッとがっちりした、そういうアバターではないので、やっぱりその辺はね、小さめですから、特になんか最近ね、メッシュですとね、ちょっとはみ出ちゃう方も多いとか、よく聞きますし、難しいですね。そうですね。で、今着てる着物にたどり着いたって感じですおお、ね。はい。なんか日本的でいいですね。ありがとうございます。でもなんかね、そういう形でもって、まあ、いろんな人に出会いながら来たと思うんですけども、この遊郭を始めるきっかけといいますか、理由には何かあったんですか？もともとですね、空海と書いて、空海って呼ばせて、小さなカフェをやってたんですね。ほうほで、うほうほう、カフェからそ始のまっ名た前んですの、ね。そうですね、リアルで海が近いので、ほう夏に行った時に、空の青と、海の青が同じなんで、それほうほう。なるほで、ど。空海って書い空たん海。ですけども、ああ、なんか空海っていうと、もうなんかこうね、有名なお坊さんのイメージがあるんですけど、そうではなかったんですそうでね。すね。で、それからなんか来てくれる人たちが、空海って言ってくれるようになって、で、それで空海って感じになったって方たちになってね。でもね、空と海ってね、大変素敵ですからね。ありがとうございます。で、それに最近で、その萌えがついてるのは、これはなんか、セカンドライフならそうでではすというね。か。もともとですね、クラブ萌えっていうのがありまして、ほそれはうほうほう。始めたオーナーさんが違うんですけども、私がシムを買った時に、クラブ萌えを譲っていただいて、で、それで、どうせだったら合体しようって感じになっなるほど、て、なるほど。で、それで今に落ち着いたって感じですね。なるほど、なるほど。いや、でも、その、萌え空海って、この、なんか、こう、組み合わせが、こう、すごく斬新ですよね。そうですか。ありがとうございます。まあね、そういうことなんですけども、実際に、結構、いろんなお客さんいらっしゃるんですか？萌え空海さんでは。そうですね。アバターを作り始めたっていうか、ほ初うほう。心者の方とか、初心者の方が多いかなって感じですね。あとは女性の方も多いですね。男ああ、いいで性すね。で、初めてっていう方は、ちょっと少ないって感じですからね。ああ、なるほど、女な性るのほ方がど。多いですね。ああ、女性が多い。ああ、いいですね。多いですね。なんかちょっとセカンドライフの中でね、暇な男性は遊びに行くと、たくさんの女性に会えるという、そんな感じですかね。そうですね。ぜひ、来てくださいって感じですね。なんかね、本当にでもね、この、日本的なのんびりした雰囲気で、これで実際にこう、例えばお茶をいただいたりとか、そういうこともできるんですか？できます。いろいろ持ってます。ああ、いいですね。なんか、やっぱね、空間っていうのは重要ですからね。で、その中でそうこう、ですね。ゆっくりと、一緒にお話ができたりとか、その空間を楽しめるっていうのはベストだと思うんですが、で、まあ、この今、萌え空間さんやってるんですけど、こういうような、まあ、なんていうんですかね、コミュニティですとか、カフェとかやってると、すごくね、やっててよかったなっていうことがあると思うんですけども、なんかこう、思い出に残ってることとかあれば、お話しいただけますか？そうですね。やっぱりスタッフがどんどん入ってきてくれたりとか、あとは、既存のスタッフが、仕事に慣れて、
で、それから、自発的に、企画を持って来てくれたり、来てくれたりとか、すいません、口が回らなくいて。や、大丈夫です、大丈夫です。いや、素晴らだしいですから、よ。ええー、私今結構楽させてもらってます。はい。いいですね。やっぱりね、はい。こう、コミュニティでみんなでやりながら、で、そのね、それぞれ一人一人のスタッフが成長しながら、少しずつでもね、こう、負担を分散して、で、みんなでやっていくっていう感じが持てるのは素晴らしいですね。そうですね。はい。ありがとうございます。いや、はい。これはもうひとえにね、東さんのやっぱ人徳とか、やっぱりその一人一人に対してのケアがあったと思うんですけども、まあね、逆にこのセカンドライフって何でもできはるい。ようですけど、意外にこうやりにくいこととか不便なこととかあると思うんですけども、そういうのでもって、まあああ、ね、こう、そうりんでねえすさん、これね。なんとかしてよっていうのがあれば何かありますか？あ、やっぱり、リンリンさんっていうよりは、人と人との付き合い方。やっぱり、確かに。人間が、操作してますので、やっぱり、それの衝突とか、結構ありましたああ、ね。確かに確かに、人と人ですからね。でも、やっぱりネットワークといって、まあ、仮想世界ですけども、やはりね、最終的には向こう側に人がいますから、お互いにやっぱりこうね、例を尽くさなかったらいけなかったりとか、いろいろなところがありますからね。そうですね。なるほど。まあ、でも逆に言うと、今ね、こうやってまあ放送してますけど、全然違う東京にいる私と、全然違うところにいる東さんが、まあ、一緒にこうお話をしてる。これもなんかすごいことですよね。そうですね、本当に。こういう世界の中でもって、まあ、カフェといいますか、空海というようなことをね、お店をやられて、で、いろんな人が行き交ったり、いろんな人に出会いがあると思いますけども、今後、この萌え空海さん、どのようなことをやっていきたいとか、どういうふうにしていきたいとかっていうのはありますか？そうですね。一応、接客は、まあ、現状維持っていうか、まあ、個室を作って、やっぱり、大勢でお話しするっていう苦手なお客様もいらっしゃるので、ああ、そわれかのりま対す、わか策りでます。すとか、そういう形ですかね。実際にこうお客様とのやり取りっていうのはチャットを使うんですか、それともボイスチャットを使われるんですか？お客さん大次第の体感じ。ですね。そうですね。お客様次第ですね。チャット。まあ、主がチャットなんですが、ボイスもやったりとか、たまに。なるほどね。で、まあ、いろいろな方々に楽しんでいただくという感じだと思うんですが、でも、まあ、このね、お店をやって、で、まあ、眺めの綺麗なところでもって、まあ、一日すぐ時間が経っちゃうと思うんですが、まあ、こんな中でもって、どんな人たちにこうもっと参加してほしいなとか、来てほしいなっていうのはありますか？そうですね。やっぱり、私の言葉なんですけども、冒険者っていうか、見学者っていうか、まあ、なんて言えばいいんですかね。そういう、お客様の前になるっていう、そういう人たちと、いろいろとお話ししたいですね。なるほど、エクスプローラーっていう人たちですね。そうですね。まあ、常にね、チャレンジングにいろいろやってる人ってのは魅力的ですからね。そうですね。まあね、こうやって話してると、あっという間に時間になってしまうんですが、最後にですね、視聴者の皆さんに、遊郭萌え空海の、東さんからメッセージ、もしくは、コマーシャル等あれば、よろしくお願いいたします。チップはいらないので、まあ、たまに、いただければ嬉しいんですけども。なので、どんどん、萌え空海に来てください。お願いします。以上どうでもありがす。とう、ありがとうございます。今日は、遊郭萌え空海の、東さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。